すがだな、投手力。いや、次は金工事氏だ。金工事って何デッキ？電気倒したからな。金工事だ。私のゴージャスなデッキには君は絶対に勝てない。それは今から証明しよう。さあ、勝ってきたまえ。投手力、デッキの準備はいいかね？はい。40出たんだ、それで。嘘でしょ？じゃあ、俺の計算ミスか、じゃあ。じゃあ、ごめん。ごめん、俺が浅川博だった、じゃあ。ごめんね、ありがとう、教えてくれて。そしたら。まあでも、勝ったから、よしとしてくれ。じゃあ、とりあえず、このまま戦ってみるわ。よろしいか、サイドカード6枚だ。あ、待て、この状態はセーブしなかった。あ、まあ、いっか。ああ、でも負けたくないな、マジで。まあ、とりあえず、ここなんとか勝とう。意地でも。くだて、僕も。おい、お前、うわ、もう、木田博士。やばい。まさかのミラーデッキ。オンドレも持っとるパターンかいな。俺と同じ。やばい。あ、ニョロボン来ちゃったのね。あ、だパソコン通信来たのいいな。まあまあいいでしょう。相手の方が圧倒的有利じゃないか。あ、ダメだ。やばい。先手取られた。うわ、いきなりラプラスかよ。水鉄砲だろ？ラプラス、そうやって見ると相手にすると強えな。なかなか。これはマジでしょって事故ってるので。どうしよう。ニョロボン、エネルギーリムーブかな。ダウジングマシンかな。で、俺は、ここはもう正直なところ言うと、オーキド博士を使いたい。ね。で、エネルギーリムーブで、まず相手のラプラスのこれエネルギー取っちゃって、水エネ、パウワウ、技、頭突きで攻める。待て、でもこれ普通の殴り合いだとシンプルに負けんだよな。だこっちも早く、次の段階に持っていきたいとこなんだよね。15に引きてえな、マジで。ああ、まあ。大木戸博士次第だろ。とりあえずこの殴り合いに勝つ。まずは、じゃないとちょっと。あ、でも殴り合い勝ったところで致命傷を負うんだよな、最終的にね。相手は、うわ、ああ、やばい。後続のパウアを育ててきやがった。ラプラスは時間稼ぎ要因か、さては。てか、俺こいつ死ぬと負けんだよな。うわ。使うか。これもちょっとしょうがない。3枚もったいないけど。じゃないと負ける。あ、待って、1枚使ってから出してもよかったな、これ。あ、プレミした。ああ、やっちゃったよ。まあ、出たからいいや。そうだよね。考えてみたらそうだわ。とりあえず、ニョロモとかの準備しとくか。で、ここでオーロラビームで一気に形勢逆転させちゃおう。いやー、どうだこれ。あともう一体のラプラスがもうめんどくさいんだよな。こいつ耐えるから、なんだかんだ。ここ傷薬とかなんか、あ、いい、まさき。ナイスまさき。グッドまさき。スターミ、ニョロモ、スターミいらない、こんなに。とりあえず、オーロラビームで倒しちゃうか。サイドカード引いちゃおう。まあ。でもどうなんだろう。またラプラスかよ、クソ。ラプラスだらけじゃねえか、マジで。あ、やばい、これ、いやー、どうだ。15本、耐えてくれてるけどな、もうちょっとな。水エネ来た、一手間出しとく。もう、いるんだっけ？あ、いなかったわ。とりあえず、ニョロも育てとくか。オーロラ、とりあえずオーロラビーム。いやー、待った！違う！違ったな！オーロラビームじゃねえ。あー、間違えた。
あ、まあまあいいや。どうせレートビーム出ねえし、いいか。間違ってはないかもしれない。もうとりあえず、ジュゴンで稼げるだけのダメージは稼いでこう。とりあえず、ニョロモを育てとく。ジュゴンはとりあえず、こちらに、有利な形を作り出すための、まあ、生贄ではないが、ナイスマサキ。またラプラス。マジで。いやー、ラプラス3連戦、マジめんどくせえ。でも、せめて50ダメージ与えてからやられるんだったら、まだ御の字かな。引いてもいいよな、逆にな。あ、わかった。わかった。これ、あれだ。よし。第2陣のパウアーの準備しよう。それがあるわ。ニョロボン。ニョロゾが欲しいな、そしたら。いいけど、かなり。だな。まあ、いや、オッケー。とりあえず技、オーロラビームで。攻める。攻めい。で、これどっちで行こうか。どうしよっか。水鉄砲。で、ジュゴンは、よく頑張った。ここまでやられる。しょうがない。よく頑張った。で、ニョロモでいけるじゃん。ニョロモで行っちゃおうよ。で、俺、ニョロゾ4枚積みかなんかしてたから、確か。あ、やばい。スタミ3枚引いちゃった。最悪だ。うわぁ。こここそ使いたかったなぁ。まあ、いいや、オッケー。ニョロモで倒せたんでかい。フリーザ、いやぁ、やばい。ちょっと、種だけど、まあ、種だからな、まだな。なんとか。フリーザ、うぅ、なんかやばいフリーザ来たね。コインを投げて思ってたら相手の体勢でポケモン麻痺。ふざけんな。頼む。なんでだ。え、全部じゃないよな、まさか。ポケモン回収、おい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 。あ、こいつずる、マジかよ。何その技。もう一回やるつもりか、こいつ。うわ、立ち悪い。立ちが悪い、とても。わかった。俺もフリーザ出しとくよ、じゃあ。まあ、でもまあ、とりあえずね、水エネでパウアーの準備しとくか、ここは。で、一応スターミーは進化しておかない。まだ。まだ早い。でも、このスターミーマジでいらねえんだよな。ポケモンチェックで治る。でもどうせまた出てくんだろう。メタモン。ファイヤー出た、増えた、フリーザーで。頼む、頼む。効率化、効率化だ。よし。危ない。いや、でもちょっとこれ待って。また、とんでもない自利品な戦いになってきた。待って、早くニョロゾ、ニョロゾ。あ、まあいいや、パウアーの準備できたから。いいや。ジュゴンの準備できたから、まあ、無駄ではなかった。君の戦いは。待って、マジでニョロゾ次引きたい。ニョロゾ次引いて一気にニョロボンまで行きたいな。ね、二段階進化って俺やったことがないから、お前ふざけんな、マジで。なんて卑怯な技。無条件でこれやばいって。おい、ひひ。頼む、マジでニョロゾ、ニョロゾ引かせてくれ。マジでニョロゾ引か、ニョロゾ引いたらマジで勝てんの、この流れ。頼む。終わった。ニョロゾ。とりあえず、いや、もうしょうがねえ。水エネどうしよう。人手間、フリーザーだな。いや、フリーザー無理か、違うか。ね、まあいいか、しょうがねえ。麻痺少年できません。ああ、マジで水エネもったいない。こいつやることがえげつないよ。あのフリーザー、戻って出てくる戦法、あれずるいて。納骨で、いきなり麻痺とかされるの本当にきついわ、ちょっと。でも、これで押せるかな？水エネよく来るな。とりあえずオーロラビームで倒しちゃうか。よし。サイドカードでちょっと事故を回避しちゃおうかな。にがだ、またニョロボン。あ、ついに来たフリーザー。
37レベルで体力いくつ？結構ある。ポケモン交換した何回やねんかんする。手札から、ああそういうこと。ラッキー山台戻して、パウは、あ、何、ああ出してきた。はい、おし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 、待って、チャンスかもしんない、チャンスかもしんない。これ攻め攻め攻め、ここは攻める。うわデッキが、なんだ、手札がグロいことになってんだけど、俺。手札がグロい、助けて。とりあえずこのフリーザ倒すわ、先。よし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 。いいね。よし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 、フリーザの準備できた、これで。でかい。フリーザは気絶した。あとな、あと、よし、サイドカード、あと。一枚勝ったかもしれない。またニョロボンは触れた。やばい嘘だろー、こんな事故り方ある。うわーい、やった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 。オッケー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 。あー、傷薬はまだ使わない。技オーロラビーム。でまあまあ次使っていいでしょう。あ、でも次勝ったからな、これでほぼ。うわ、こいつた、いや、トップ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 来い、トップ来い、トップトップ。ここで4枚のトップが来た。エネルギーリムーブ悪くはないか。まあでもこいつはこいつで倒せるじゃ倒せるから行こうか。正直ジュゴン来た時のラッキーは怖くない。ああ、初手のラッキーはマジでめんどくさいけど、別にこれだったらもうただの壁ですから。時間稼ぎなだけでしょ、そんな大したことじゃなさろうないだろうよ。多少こっちの手札が事故るぐらいで。なーにも怖くない。サイド1枚だから多分これで勝てる。メタモン。いや、関係ないね。よし、勝った。オッケー。よし、勝ち確。あー、やった。あー、いや、関係ない。もう行っちゃおう。オーラビーム！よっしゃー。投手はサイドカード1枚全部引いた。ここで突風くんのね。まあ、別にいいや。消費者よし、金講師との対戦勝った。ようやくここまで来たか。私のゴージャスな敵が破れるとは、悔しいが君の実力は本物のようだ。最後の試練を受けるがいい。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやってるので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。